るなんてな、はい、はい、ここだけはな、うん、はい、死ぬでかしに行くからな、はい、うん、名古屋の意地だから俺はね、君は関東人ですね、はい、はい、よろしく、はい、よろしく、またあの日にちとか終わったら分かったら教えてください、ゼロワンさん、はい、はい、お疲れ様、はい、はい、ありがとう。俺の眉ペン知らん誰か。眉ペンがないんだわ。ずっと探してる。あったわ。こんばんワインはゼロ毎度。まずですね、時間がないのでナイス押してください。で、昨日かな、昨日ですね、ペリーさんのね企画呼ばれて、まあそういう付き合いも大事かなと思ってやってきました。で、まあちょっといろいろねあって、もう死んだように寝てました。もう正直すごい疲れました。で、見てもらったと思うんだけど、僕の試合ね。で、まあ格闘技とかいうよりももう喧嘩スタイルなんで、俺はとりあえず気持ちで戦うファイトスタイル、ちょっと見た目なんか汚いようなね、格闘技っぽい感じでもないけど、それは当たり前で素人だしね、はい、もう気持ちじゃ負けないようにっていう感じで、あれが僕のスタイルだから、まあ、基本誰とでも殴り合おうと思ってる。だからその技術とかじゃないよね、もはや。格闘技経験者から見たら、確かにパンチが汚かったりするかもしれないけど、でも素人から見ても間違いなく気持ちは伝わるんじゃないかなって。で、気持ちで圧倒しましたね、うん、だからもうちょっとハートは強いんで、もうちょっと練習すれば綺麗なパンチも打てるんじゃないかなと思う。はい。で、ペニーさんとかは一応格闘技経験者らしくて、まあでも、まあ俺の気持ちで勝ったって感じがしました。はい。今なんか揉めてるらしくて、うん、俺が解決してあげようか。で、はっきり言ってね、俺一回やってみて無理だなと思ったから時間かけるわけよ。で、今回ももうすごい短い時間でやってるでしょ。それはうまくいかないよ。はっきり言ってグダグダだったと思うよ。うん、もう MC もいないし、もう恥ずかしいっていうか、はい、お疲れ様です。お疲れ様です。すいません、あいつの邪魔しちゃって。ドレさんどうしたんすか。なんか鳩が。すごい簡単に済ませたいんですけど、簡単に教えてください。うだうだね、人の文句聞きたくないんで。そうそう、はい。昨日の配信とか企画に。うん。ゼロワンさん的には不満が あるかないかって。俺は不満あるっていうふうに昨日言ってた。不満なんですか。え、不満は何ですか。いや、その企画自体に対して、うん、どういう不満があります。どういう不満があります。え、例えばだけど、うん、俺は見てて危ないなと思ったのは、はい、パルパルにそのアディショナルタイムって言って時間またつけてルールにないことを急にやりだしたりとか、はい、ゼロアングの試合でも、はい、もう戦意喪失してるのを続けたりとか、はい、まあ、その辺でなんかとか、まあ別に全体的にそのチャンバラが入ってたこととかも、チャンバラが入ってたこと、そ
別に何もではないんだったら、うん、俺が謝罪して終わりなこと。いやまあそのチャンバラの部分とかだったら初めから分かってたことだし、結局出た後にそうやって言うとじゃあ初めから出るなよって話になっちゃうからね。あ、じゃあゼロン君としては不満がないと思ったけど。いや不満はっつうか、自分が夏やる上でやっぱりあえてグダグダさせたくないなっていうのがあったから、俺は期間をねすごいその作るんだけど、やっぱ1週間つうか1ヶ月ぐらいでやったらやっぱグダグダしちゃうよね結局。うん、それ不満出てくると思うけどね。それ以外不満ないんすか？まあ、俺としてはこれっていうか、お金あのメンツでお金かけすぎで01に2万とか3万っていうのはおかしいんじゃないのと思ったけど、僕を引き合いにはまだしてほしくないけど、僕3万円ですよ。いやみんな3万円均等に、うん、でもエンディと俺が一緒っていうのは俺は納得できないんだよ。エンディとドレさんが納得いかない。まず金額に関して思うことはもらいすぎだと思う。一律3万円ってドレさんどう？3万円に不満はないわけでしょ。だったら人の不満も、もらいすぎだと思うよ。うん、人の不満も言う必要ないんじゃない？俺は3万円別に、うわ、こんなにくれるんだっていう感じだから。普通、1万人の前でね、ああいう舞台出たら、俺も別にギャラなしでもいいかなぐらいに思うからね、俺は。いや、俺はあれだね、うん、あの、ハトっていうか、ずらん不満持ってて、昨日帰りに口言ってたって言って聞いたのが、うん、まず使ってたっていうことだね。うん、何？愚痴？うん、昨日ゼロワンが、うん、なんならもう来なきゃよかったぐらいに怒ってたっていうのを俺聞いたから。で、誰に聞いたんすか？自分のリスナー。うん、それは別にハトじゃない。俺企画来なきゃよかったなんて言ってないで、ただ疲れたって。もう格闘技ってやっぱ痛いし、もう改めてもう疲れたなって、モチベーションが下がったってことは言ったよ。企画に対してはもう全く何にもないと。もうだってね、まあグダグダしてた、グダグダしてたし、そりゃ夏はあんな状態じゃできないなって感じよ僕はしたらね。でもお金の不満は一切ないで。いや、お金の不満っていうか、俺が最初の問題さ、企画に対しての不満だけど、今自分で言っちゃったけど、企画に対してあんなグダグダすんならできないってことは、グダグダしてると思ったわけでしょ。うん、グダグダしてるなとは思ったよ。まあ、それは俺も運営なんで、うん、そのことでちょっと謝罪をしたかったの。謝罪？あ、運営側だったの、ドレさん。そう、うん、ドレさんも後半ずっと放心状態だったしね。で、うん、じゃ誰が運営だったんですか？ペニーさんと原田さんと誰が運営だったの？俺3人、うん、ドレさんが運営だったの？まあまあそうです、うん、責任ある立場。まあちょっと夏はね、もうちょっとうまくやりますよ。で、うん、まあ謝りたかったのは、謝りたかったのは、うん、閲覧目当てなわけですよ、ゼロン君呼んだのは。閲覧目当て？うん、いや、ゼロン君来るとやっぱり閲覧増えるから。ん？閲覧目当ての人がいたんですか？いや、俺は閲覧目当て来てくれたらいいな、そしたら来てくれたから。だけど、その割には申し訳なかったなっていう。ん？閲覧目当てで何の話？僕がってこと？違う、俺たちが、うん、ゼロワン君来てくれたら閲覧が盛り上がるから、呼んじゃった割に下っちゃったから申し訳なかったなって、その運営の一人として謝りたかったっていう。だけど今別に不満は特にないって言ってたから、俺がリスナーに謝罪して終わりで。まあ、でも、ぐだってだって思ってたんでしょ、企画としてはね。でも、面白い部分もたくさんあったと思うよ。うん、でまず、あの司会進行がいなかったしね。うん、まあ、それは不満ではないから、俺もそこを、なんていうの、反省的なことを言いたかったんだけど。あと、不満って個人的な不満もあり、やっぱね、格闘技って大変だしね、すごく選手として出るリスクが高いから。
そういうのは感じたよ。ゼロワンだって別に習ってるわけじゃないから、うん、素人じゃないわけ。素人フェニック相手だからってもらっちゃって怪我する可能性もあるわけだし、いろいろね、なんか一生懸命やっても文句言われるしね、なんか、うん、まあいいや、とにかくゼロワンは俺が勘違いしてて不満は別にないっていう、だから不満はないっていうか、普通に配信で感想は普通に話すよ。うん、でもなんかぐちぐちなんか他の選手がとかって言うつもりはないかな。そこは俺も言ってない、うん、そうじゃなくて、うん、呼んだ割にグダったって申し訳なかったと思って、別の、ね、うん、目当てで呼んだのに。いや別だね、でも試合中にね、そのもう明らかに戦意喪失してるのに続けちゃったとか、うん、あれは俺も見ててセコンドついてたけどないなと思ったから、危ないから、まあそれはちょっと僕に言われても、ちょっとお詫びしたかった、それ LINE にも書いたんだけど、うん、そこの部分をお詫びした。じゃあ僕は逆にね、止めるの早すぎたからぶっ倒したかったけどね、あれ、うん、止めなかったら倒せてたからとは思ったけどね。ダウンできないっていうか、あのあれなんて言うんだっけ、あの立ったままダウンはなんて言うんでしたっけ、テクニカル、うん、テクニカルダウンよりもやっぱリングにねあれしたかったけど、だから俺は止めるの早いって感じてたから、試合やってる時にね。でもそれは別に不満とかじゃなくて、うん、まあ、試合の感想だから。まあまあ感想ですよ。まあ不満はないぞ、だって3万円ももらってるからね、3万円。3万円プラス、あと何？帰りのなんかステーキ代もタダだしね。うん。うん、すごいお金。何から来たんでしょ？すごいね。行かないって言ったけど。金かけてるなって感じ。うん。次はもうちょっと、まあ、じゃあこれは後で俺自分の実際に早まるけど、うん、ゼロは別に不満ないなかった、それは俺が勘違いしてゼロはもう不満があるよって言っちゃったのは俺のミスだから。不満ってどうなんだろうね、うん、不満っていうか、いやだから不満ないわけでしょ、3枚もらって、うん、ぐだったぐだんないっていうのはもう個人的な感想だったんですよ。まあ感想はたくさんあるよ。感想をね今から喋るんだけど、うん、そんな不満はないですよ。うん、不満はないって。俺が自分の実際謝って終わりで、うん、ここでね。うん、ねえ、しかもドレさんも昨日負けちゃったけど、はい、夏あのまた考えといてください。まあちょっともうめんどくさいんでね。そういう意味でも考えますよ。結局ね、終わった後にこうなっちゃってるからね、ドレさん。もう使ってくれない感じ。なんかね、トラブルって聞いてるからね、鳩で。トラブルめんどくさいしね。でも、ここでできんな感じ。いや、できんにはしないですけど、ちょっとめんどくさいなって印象になっちゃいましたね。うん。まあ、でも、ゼロワンの本音聞けて、ゼロワン的にはまあ、感想あるけど、別に不満はない、うん。不満はないし、だって3万円ってすごいからね。うん、じゃあそこは俺があの聞き間違えてたってことで、まあ、それは改めて、うん、ゼロワンさんにも謝罪します、すいません、うん、勝手にね話を作っちゃって、うん、全然関係ないのね、はい、まあ、長くなっちゃうんで、まあ、ちょっと配信ちょっとね短かった、ずっとやってなかったんで、まあ、ドレさんちょっと落ち着いてもらってね、リスナーに謝るっていうか、あのなんかね、いろいろ協力してくれたね、その原田さんとかね、ペニーさんとか、悪い言い方したならそっちにも謝った方がいいんじゃないですか、わかんないですけど詳しく、うん、特にまあ原田さんとかすごい動いてるからね、ジムとかでいろいろと、うん、どれさん運営側で何したんですか。よっさん呼んだ。あ、よっさんを呼んだ。うん、あとまあ時静香が試合やめようと思ってたのを説得して、うん、説得したとか、トムイケを試合させた、うん、で多分、原田さんもそれ以外でも多分すごい動いてるから、うん、そこ揉めちゃうとね、多分一生懸命お互いうまくやろうと思ってたんじゃない、気持ちは多分一緒だから、そこで原田さんとぶつかっちゃうと話おかしくなっちゃう気がします。うん、いや大人だねって思うけどね、だって原田さんも多分盛り上げようとしてたんちゃう、今後のこともあるから、うん、ほら俺は別に過疎だから何言ってもいいけど、ゼロワンもそういう立場じゃないから、
やっぱいろいろ今後のこともあるからね。だから、俺が勝手に暴走して、まあ、暴走したし、もう僕も不満持ってるよって言っちゃったのは、うん、本当に迷惑かけたから。暴走してるし、暴走したしてるし、もう弱いし、多分僕でももう勝てるしね。もう体力的にも、体力的にも落ちてるし。それはないです。だって中ちゃんに負けるレベルだから、はっきり言って。うん、もうドレさんの時代は終わったのかなって。いや、それはないです。そういう印象付けられる試合でしたよ。申し訳ないですけど。じゃあ、ゼロはやる？やるってか、もう、その、結局、だって僕が勝っても弱い者いじめって言われるから、強い相手とやらないと僕ね。うん。で、ペニーも、ペニーもやってみないと分かんない相手で、実際弱いから、うん。それは勝ったからね。で、ドレさんも多分ボコボコにしちゃうから、もう次はもっと強いやつとやるから、で、中ちゃんも弱いと思うね。やったことないから、うん。別に企画とかで、2人でやればいいじゃん。うん、お金かけない。で、僕もそんなね、しょっちゅう格闘技やって、もう全身筋肉痛でね、もう足もね、あばらも痛いし、もうこんなことばっかりしてもうやり損なんだよ、本当に。まあそうだね。うん、だから1年1回ぐらいにしないと。うん、いや、俺は実はそれが聞きたかったんだよ。うん、で、実際もうすぐやろうぜっていうのちょっとやめないとね。素直な感想はあるわけじゃん。うん、やっぱちょっと乗っかりすぎっていうか、やりすぎっていうか、想定内で自分がやってみて次やるならちゃんと練ってね、時間言ってたよね、うん、時間かけてやらないと。前の配信の時に次は夏ぐらいって言ってたのを、うん、俺らが強引にやっちゃったっていうのはあるよね、うん、そこにドラムを引き込んじゃったっていうのはあるよねっていう、うん、だからその辺は本当に申し訳ない。いやいや、いいですけど、こっちの都合なのに。まあ想定内だったね。だから次はもうちょっと考えてやりますから。うん、まあそっちのほら放送もあるから、うん、この辺だって MVP が予算だからね、いろいろ含めてね、うん、あのすいませんでした、あの言ってもないことをね、さもゼロ君言ったみたいに言っちゃったから。だって今回の企画 MVP 予算だからね、一番俺笑ったところ、予算が一番面白かったから、ね、まあ笑えたんならそれでいいんじゃないかと思うけど、うん、俺もずっと見てたからね。まあ、ドレさんはもう弱いってことで分かったんで、はい、いいですか、もうこの辺で。そうだね、はい、そっちの配信もある。はい、また機会があったらよろしくお願いします。すいません。はい、すいません。はい、弱いね、ドレさん。電話してもいいですか、うん、和道さんだね、次、うん。あ、すいません、お疲れ様です。お疲れ様。どうしました、うん、あ、なんかあの先日あの泊まらせていただいてありがとうございました。いえいえ、どうしました。あと試合おめでとうございます。 あのなんか夏に試合っていうお話あったじゃないですか、うん、はい、あれってもう対戦相手って決まった感じなんですか。今ね、ちょっといろいろ考えてて、いろんなね、うん、他のアイデアもあるんで、で、もしツイキャスと対抗戦になった場合、はい、和道さんがギリギリラインになってくる。で、エセヤカはまずやらないって言うから、エセヤカさんとの試合はなし、うん、あ、本当ですか、わかりました、うん、あ、僕外して大丈夫っすよ、それだったら。でも一応、僕の中で和道さんってすごいやっぱキャリアもあるし、大手のイメージがあるから。いえいえ、ポットでよりはやっぱ和道さん、うん、うん、あ、全然あの企画で盛り下げたら申し訳ないんで、なんか1個見つけたら外しちゃってください。盛り下げることはないんですけど、もし相手が決まったら、はい、最近丸くなってるじゃん、和道さんって。はい、昔のその毒とかトゲを思い出してバチバチ、なんていうのかな、はい、そのなんとかトーク、トラッシュトークしてほしいかなとは思う。ああ、うん、あ、分かりました。対戦相手に対しては、はい、うん、やるとしたら何月ぐらいなんですか。まあ8月ですね。あ、了解です。はい、じゃあよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。それまでなんか適当にあの企画で対戦してみてもいいですけどね、和道さん、なんかあったら。あ、了解です。うん、はい、そんな感じで。はい、ナスハウスは問題ないですか。